新ン本、生命浄下と生命浄下と生命浄下とは、中国北総の都会風の都の城内外の陰神の様を描いた絵巻である。オリジナルは、北京、呼吸博物院に所蔵されているが、類作が数多く伝わっている。北総末期の関理町美琴のりであり、画家としても著名であった、超宅丹の作品とされる。生命の時節の、 との東京海夫婦の内外の人種が交落して、繁栄する様子を描いている。季節は、春竹縄であり、その絵画的な精細描写の価値とともに、当時の死害図や風俗図として、極めて資料的価値も高いものである、秋代以降、この絵巻の名声を受けて、画題や構図などを継承し、同名の絵巻が数多く描かれた。中国美術を研究する、小原博信は、 全世界に41点ある都市、中国で北京呼吸の関係者が多数参加して編纂された生命浄化と沈蔵版では50点の一覧表が掲載されているという。大別すると3つの系統に分かれ、一つは超拓誕の新作の系統、二つ目は秋代の画家アダが描いたとされる蘇州の風景を描いたもの、3つ目は 県立元年12月信代の宮廷画家5人が共同制作して県立廷に献上した作で現在台湾の国立呼吸博物院に所蔵されている清新本と呼ばれる系統である。他に仙台市博物館、岡山市の明覚寺、東京国立博物館、宮内庁などに所蔵されているという。生命状化と原作、十二世紀北京呼吸博物院、清新本。 生命浄化と18世紀台湾国立呼吸博物院生命浄化とありがとうございます。